ちょっと言うの。なんか生きてるとか言うの。ちげんだよ。髪の毛が邪魔だからこうしてるのであって、別にこれがおしゃれじゃないからね。言うなよ。何も言ってないじゃん。何作るの？今日は、通いですか？若干。うんでしょ、うん、お腹をすごく空いてて、うん、で、なんで、なんでよ急に、急にじゃん。今まで吠えてないじゃん。吠えたい時もあるよね。あるよね。はい。はい、ちょっとお腹が爆発的に空いてるので、うんうんうん、ちょっと食べたいと思います。お願いします。Yes, yes, yes. お腹空いてる。Yes. 何作ってくれんの？パスタですよ、そんな。パスタです。パスタだって。やろう。来るね。最近挨拶してないね。最近してない。してないね。してない。した方がいいの？俺、他のさ、YouTube とか見るときさ、うん、その、ちゃんとしてるかどうかって結構見ちゃう。ああ、そうなんだ。じゃあしとこう、はい、せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル、ショートです。ヨです。少量でーす。はーい、やっていこう。ねえ、こっちまで来やん。かわいいねえ。何パスタ、何パスタ。なんか、YouTube でさ、うん、美味しそうなパスタあったからさ、それを作ります。なんかほんと好きよね。うん、ショートとかさ、はい、インスタ、インスタもインスタもじゃない、うん、なんかさ、いつもさ、なんかパスタの美味しそうなレシピ見つけてさ、作っちゃうね。作ってって言うやん。作っちゃうねえじゃなくて、作ってって言う。作っちゃうよね。いやいやいや、作っちゃうよ。いや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 、作ってってずっと言うじゃん。すぐ言うじゃん。あ、また来た。だいたいまた来たって思う。でもさ、なんか微妙なやつもさ、作ってって言うじゃん。うん、なんか、あんまり美味しそうじゃないなっていう。あるね。たまにね。うん。でもさ、なんか、作ってさ、うん、微妙はそんなにでもない、うん、言うほどじゃないねっていうのばっかり持ってくる。なんかセンスないんだよ。そう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 、センスないんだよ。で、なんでそこにメガネしてんの？やめてって言ってんじゃん。やめてって言ってんじゃん。別に俺言ってって言ってるわけじゃないんだよ。本当に言わないで。マジ本当コメント欄とかで書かないでほしい。マジであいつキモとか言わないで。キモいとは言わない。あいつメガネキモとか言わないで。いいんじゃん。なんかゴミついてる？ゴミがどこにゴミ？なんか、なんか、え、なに？なんか、いいよ、どうぞ。なんか、なんかさ、もう、やってよ、もう。もういい？楽しい。なんか、どうぞどうぞ、入るの、なに？洋食のレストランのシェフとかさ、こうやんない？あ、そうなの？なんかこれを高く上げてこうやるのがなんかちょ、どういう意味があるの？かっこいいよさ。あ、そういう理由なんだ。知らないけど、かっこよさはどう思ってるよ。何の意味があるのかなって思ってたよ。あるよね。あるね。あるよ。所作ってあるよ。所作、なんかかっこつけてる所作あるよ。あるあるある。それいるってあるよね。わかるわかる。あれでしょ、もこみちのさ、オリーブオイルをさ、はい、すごい高い位置から入れるのもさ、 あとこれ、これと、これね、これこうやって。もう、なんかもう、反りすぎてさ、もう逆に入ってないみたいな。ここでなんだよ、これ。あれ、なんなんだろうね。自分の肘にかけてる。絶対普通にこう、こう入れた方がいいじゃん。うん、どう考えてもさ。ね。なんだろうね。ね。いやー、でも昨日、うん、たくさん飲んだな。ね。面白かった、楽しかった。ね、いいよね。やっぱ二人してさ、はいはい、外に飲みに行きたいねって言って行く方がいいよね。そうだね。大体なんかさ、俺が行きたいっつって、でも翔ちゃんは、いや、家でいいよ、みたいなパターンでさ、うん、そうだね、で、一緒に行くとさ、大体翔ちゃん機嫌悪いじゃん。そうかな。うん、もう入った時からなんかブスッとしてる。ずっとそれ引きずってさ、帰って喧嘩になるじゃん。よくないよね。だから本当になんかもうそういう時は行かないでおこうって俺はもう決めたの。二人でさ、なんか行きたいって言った、思った時に行くのがいい。そうね。そうしよう。飲みすぎる次の日って本当やる気出ないから。あ、わかる。なんか嫌なのよね。いや、本当しんどいよね。次の日が。だから本当に次の日が休みの日飲みに行くべきだと思う。うんうんうん。じゃないとね、本当無理。休みの日にね、ちょっともう早い時間から飲めちゃうからさ。はいはいはい。
それでなんかダラ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 飲んでとか、次の日仕事だとほんとしんどいもんね。やっぱバターもっと入れた方がいいかな。え、こんの、こんの作り方見たんじゃないだから、え、これそれが汁になるの、うん、スープになるの、うん、そしたら入れた方がいいんじゃないの。え、そんなバター、うん、だって今でこれどれだけ入ってるの。 70 入れようか。まあ、まあまあ入れてみようか。だってそもそも麺がさ、うん、大丈夫、麺が芋たれしない。やだね、芋たれね。何、もちまる、なんでそんなところに頭突っ込んでるの。ちょっとあの火だから、ちょっと気をつけて。すごい量、何がその量ね。ちょっと一回ちょっとカメラに見せてみ、こんな状態になってますってやつ。こんないるいらないかな、わかんない。まあ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 、まあまあ、ちょっと作ってみよう、うんうん、それがレシピなんでしょ。そう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 、うん、やば。でもさ、なんかすっごいバター入れる料理あるじゃん。うん、あるあるあるね。バターチキンカレーとかも結構入ってんじゃん、もしかしたら。いいの、何か良くないよね。健康的には良くないけど、うん、まあでもいいんじゃない、たまには。いいか、たまにはって言葉で毎日使ってたら、もうたまにはじゃない。まあそうね。たまにでもなんかっぽくなってきたね。あ、ほんと、うんうん、ああ、ほんとだ。で、ホタテはちょっと取っておきます。焼けちゃうんで。ああ、そうなんだ。うん、向かい酒ってしたことある。え、ない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 。てか、飲もうと思わないの、もうすぐ飲んでる。なんか、あれでしょ、酔っ払っ、そうそう、二日酔いの時に、うん、しんどいからまたお酒飲むと二日酔いが治るよっていうやつ、はいはいはい、俺もしたことないんだよね、うん、本当に効くのかな。どうなんだろうね。でもなんか良くないらしいよね。良くないでしょ。うん、やってみようか。やめろやめろ。やらないやらない。え、なんかさ、うん、飲食店のあるあるとかある、うん、どっち側、客側、店側。店側にし、店側あるある、うん、なんかさ、うん、掛け声がすごい大きいとこあるじゃん。合う、なんか軍隊かって思うぐらいなとことがあるの。え、どういうこと。いや、な、まあ、なんてお前。いや、諦めた。これは諦めんな。これはハマんなかったらいいよ。なんかね、飲食店あるあるっていうかね、働いてる人あるあるだと、うん、働いてる側の気持ちがわかるからさ、そうそうそう、食べ終わったお皿とかを、はいはいはい、すごい持っていきやすくさ、はいはい、したりするよ。お客さん側として、ね、テーブルの横にさ、うん、重ねてさ、うん、あのなんか忙しそうだなっていう時に、うん、なかなか声をかけない。あ、わかるわかる。一生頼めないよね。一生頼めない。マジわかるわかるわかる。分かる。今のタイミングこれ違うなみたいなさ。ねえ、うん、難しいよね。だから、ま、だからそれもあるの、俺。あー。それも、あの、ちょっと忙しいところとかに入ると気使いすぎちゃって。あ、わかる。だから行きたくない時ある。なるほどね。店員さんもさ、今ちょっと少ないお店も多いじゃん。はいはいはい。二人で回してますとかさ、一生いないよね。下手したら一人で回してますみたいなさ、はい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 、でもさ、多分その飲食店で働いたことがない人もたくさんいるじゃん、うん、そういう人たちはさ、もうそういう気をさ使わないからさ、うん、ガンガン頼むじゃん、うん、そしたらもう余計頼みづらくなるよ。そうなの、それも気にしちゃう。別のテーブルとかでさ、うん、めっちゃ頼むやん、あの人たち。それも気にしちゃうよ。めっちゃ呼ぶやんみたいなね、あるよ、気にしちゃうよ。気にしちゃう ね。どこに立ってるかもよるかも、店員さんが。あ、今焼いてるとこに立ってんだったら焼くものを いっぺん頼んだ方がいいかなとかさ。あ、サラダのとこいたらサラダ頼んだ方がいいかな。でもめちゃくちゃ気にしちゃうから、うん、ほんといけない。いけない。いや、行くけどね、うん、行くけど。だからちょっと空いてた方がいい。あ、そうね、ちょっと空いてて、うん、店員さんもある程度に店側からしたら、なんでそんな人件費使うんだみたいな感じになるけど、そういうお店がいい。これでさ、うん、特技あってさ。何？これ店員さん1回で呼べる。あー、うん、なんかさ、いつもそれなんか自慢してくるよ、うん、なんか別にそれをで、うん、ちゃんと来いよって言うわけじゃないけど、絶対呼べるのよ。あ、うん、ちょっとやってみて。すみません。これ多分、待って、ちょっと今音があれだから多分、あの、何、調節してるから多分伝わりづらかったかもしれないけど、絶対読めんの俺。ごめんね、もちろんあるね。ごめんね。そう、
絶対呼べる、うん、でかい子を呼べる自信はあんのよもう何回か見たわそれ。でもちゃんと聞こえてるもんね。みんな振り向いてちゃうよね。ちょっとほんと申し訳ない。だからでもでもちょっとか怒りが入ってない。そうそうそう、だからさそれもよくないからさ、なんかそうだからあんま言わないようにしてて、うんうんうん、やめた方がいいよ。でもよっぽど本当に聞こえてないかな、来てる、あ、あるある、そういうじゃん。そういう時は本当にでかい声で、ああ、ちょっとでもさ返事してくれたら嬉しいじゃない、うん、それだったら待つしさ、ああ、でもさ少々お待ちください、そう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 っていう時にちょっとそう、ね、最後に使っちゃうね、うん。俺届かないんだよね。俺がなんか結構すいませんとか言うと気づいてくれないことがめっちゃある。優しすぎるのかな、言い方が。ああ、そうね。俺もなんか怒りを込めて言ったわけ。いや、怒りないよ。どうしてもでかい声出すと3回でなっちゃうよね、きっとね。まあ、まあ、お腹すいた。腹減った。もう無理。もう限界なんだけど。お腹すいた、早く。結構パスタ以外のさ、やつなんか準備しなくていい。いいな。パン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 。いや、パンはあるけど。うん、とりあえずそれでいいっしょ。あ、ほんと？いいよ。いいよ。すげえ。なんでね、そう。コンロに怒る。自分でやってんでしょ。強いっつって。強いよ。理不尽な怒り方。理不尽な怒り方選手権しよう。なんだろうな。なんでここ角丸まってんだよ。ここ危ねえだろ、ムセ丸が怪我する。いやそれはもう理不尽じゃない。なんでよ。なんでお前ここに扉ついてんだ。それも違うかな。おい、なんでお前ここにメガネつけてんだよ。やめて、それはやめて、それはやめて。やだ、それ言わないでほしい。髪、あ、髪を、髪をやって。だってこの間髪切ってからさ、そんな邪魔にならないでしょ。そうなんだけど、うん、前髪ありますからね。ごめん、なんか変だ、変なふうになっちゃった。やだ。ああ、確かにね。なんか中途半端な、なんか目にかかりそうな長さなんだね。そうなんですよ。集中して、集中。はい。美味しいパスタ作って。いいかな、わかんないですけど。美味しそう。うん。イェイ。でけたい。でけたい、でけたい。ありがとう。どう美味しそう。お酒に一番合うおつまみ討論会しよう。唐揚げ食べて粗挽きのソーセージ。あーチョリソー。確かに強っ。チョリソーいったわ。強い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 。大体なんかチョコレートだった。でも俺はそれ合わない。チョコレートじゃない。だからだよ、俺はご飯をいっぱい食べたいの、美味しくなのにさ、お酒お酒になるからさ。終わりです、この企画。